初めて秋冬を迎えるサイクリストの方に一番大事なものって何でしょうか。それは僕はウィンドブレーカーだと思ってます。このウィンドブレーカーがあるかないかでこの 3,4 ヶ月が快適にサイクリングを楽しめるかどうかは決まります。サイクリストの守り神ウィンドブレーカーの紹介です。いわゆるウィンブレっていうものは超軽量です。すごく生地が薄くって軽くって撥水性があったりとか防風性があったりとかいろいろそれによって性能は違うんですけども軽いと。リンリン。はい、こんにちは、森氏です。じゃん、ピカピカピカ。これ良くないですか。新しく帰ってきたジロのヘルメットに取り付けられるライトですね。やっぱりこの高い位置の後ろのリアライトってめちゃくちゃ視認性が良くて重要なのでこれは僕欲しいなと思ってたんですけどもついにジロが出してくれました。なんですが、まあ、これね、つくやつとつかないやつがあるらしいんですよ。新しいこのロックシステムっていう締めるところ、まあ、新しいもんにはつくんだけど、そうじゃないもんにはつかないっていうのがあるので、ちょっとそこだけ気をつけてください。というわけで、もうね、秋冬なんで寒さに備えた冬支度しようかなっていう初心者の方がね、いっぱいお店に来られるんですけども、そういった方が大体欲しがるのってこういう感じのものなんですね。まあ寒いからやっぱりタイツとか、こういうあったかいジャケット、こういうのちょっと欲しいんですよねって来られるんですけども、僕はそこをぐっと止めて、待ってくださいと。これ違います。これじゃなくて前回の動画でも言ったんですね。秋に買うものは3つありますよと。でそのうちの一番大事なウィンブレ、こいつを今日はね紹介していきたいと思います。前回の動画でもね言ったんですけども、実は都内近郊だと12月ぐらいまでは本当にああいう冬物っていらないんですね。もちろんその走る強度だったりとか、僕なんかだと新陳代謝が激しい人なんですぐ熱くなっちゃうという身体的な特徴もありますし、あとはまあ都内近郊を数時間走るだけなのか、それとも山の中を抜けて本当に10時間ぐらいずっと走る、自分のエネルギーが全部なくなるまで走るだったりとか、あとは山って寒くなるんでそういったとこ走るのかとか、まあそういったね、あのいろんな状況の時点で変わってはくるんですけども、ざくっとちょっと乱暴な言い方で感覚的に言ってしまうと、まあ年内ぐらいで都内を中心に 3,4 時間ぐらい走るんであれば、ああいう冬用のものをがっちりしちゃうとちょっと暑いなっていうことの方が多かったりはします。でその辺はもう自分の感覚とか走り方とかで徐々に学んでってほしいんですけども、ということでとりあえずはここから3ヶ月間ぐらいは前の動画で言ったようにウィンブレっていうのが非常に重要になってくるんですね。で意外にこれを探しに来たり持ってる方が初心者の中では少ない印象です。なので今日はそこをちゃんとおさらいしていきましょうというお話。サイクルウェアのこういうアウターっていうのはいくつかもちろん種類があるんですけども、代表的に言われるのがこういったウィンドブレーカーという名前を持つものと、あとレインジャケットっていう名前のものがあります。でそれ以外は本当にアウターっぽいゴツッとしたものなんですけども、いわゆるウィンブレっていうものは超軽量です。すごく生地が薄くって軽くって撥水性があったりとか防風性があったりとかいろいろそれによって生地とか製品によって性能は違うんですけども、とにかく軽いということと、あとは丸めるとすごくちっちゃくなって、まあ、本当にバックポケットに入れてても入れてるの忘れるぐらいというものが多いです。で一方でレインジャケットっていう類は、これもねレインジャケットっていう名前に騙されて、いや雨用のウグなのねっていうふうに思っちゃう方も多いんですけども、ヨーロッパとかでレインっていう名前つけるものってサイクルウェアに限らずですね、レインジャケットとか言われてるものっていうのは比較的に雨用というよりは単なるアウターということを意味していることが多いんですね。でサイクルジャケットに関してもレインジャケットって言われてるのは別に雨のために使うもんではなくて、考え方としてはこのウィンブレよりは全然生地が厚くて、しっかりがっつりと防水がすごい機能がしっかりしてて、まあ、温度を保つ機能はギリギリ入っているというようなものをレインジャケットって呼ばれることが多いです。なのでレインジャケットっていうのはこのウィンブレではちょっと寒すぎる、もう一段あったかいものが欲しいなっていった時に使うものというふうに考えてください。このレインっていうところに引っ張られちゃうと雨が降りられるんだよなみたいな話になっちゃうので、そういうことではないと。この2つがですね、大きくこういう薄くって軽くって着られるものというあのジャケットにあります。でもちろんレインジャケットもバックポケットには入ります。ただ結構綺麗に折りたたんであげて入れてあげないとダメだし、結構ガシッとこう入ってくるイメージにはなるものっていうのがレインジャケット。今紹介しようとしてるのは入れてんのを忘れるぐらいに軽くってちっちゃくなって、本当走りながらでもぐっちゃぐちゃにガッと入れられるっていう類のものがウィンドブレーカーです。今回はそのウィンドブレーカーを紹介していこうという話ですね。で、このウィンドブレーカー何がすごいいいのかっていうと、サイクリストの着こなしって基本はもうレイヤリングなんですね。っていうのは、本当に普段の生活だと自分の体温というか自分感じる温度ってこれぐらいしか例えば変わらないとすると、サイクリストになるとこれぐらい変わるんですね。朝はすごい寒かったんだけど、昼はすごく太陽があって暖かくなってくると。で、その時にさらに僕は今山を登ってますみたいなシチュエーションが多くあって、体感で10度ぐらいとか軽く変わっちゃうんですよ。
で、そうすると今日着たこの1枚で全部をやり過ごそうっていうのはなかなか難しくて、そうするとまあ重ね着して脱いだり着たりして調整していくという考え方になるんですね。で、ここから3ヶ月どういう着こなしをしていくかっていうと、前言ったように下は着物のビブショーツ履いて、上はショートスリーブなりロングスリーブなり、まああとインナーとかの調整で少しこう温度帯を変えてあげるっていう風のをやってから、最後にお守り代わりにこのウィンドブレーカーを持っといてあげるというのが大事なんですね。さっき言ったように朝晩寒い時だったりとか、山を登って降りる時って体感で5度とか6度とか軽く変わるぐらい寒くて、本当震えるぐらい寒いので、まあ、そういった山を汗だくでこうやって登って、じゃあ降りようぜって言った時にさっと取り出して着れるようなものっていうのも絶対必要ですし、あとはまあ本当にちょっとした雨が降った時に肌に直接当たったりとか、撥水性が全くないジャージでびっちょびちょになるってかなり不快感が高いんですね。で、この不快感って結構癖物で注意が散漫になるので危険になるということもあるので、こういったもので多少のこう水を弾くっていうことは軽いレインジャケット機能みたいなところですかね。あとはお守りですね。これが背中に入ってるってだけでどれだけサイクリストが心の平穏を保てたかっていうのは、多分やってみたことある方はみんな感じてると思うんですけど、もう全然違うんですね。荷物になってるって感覚になるとなんか持っていくのが嫌になるんですけども、これぐらいのものであれば、まあ、荷物にならないしとりあえず入れとくかなってできるんですよね。それが大事です。今東京ビーズのあるもののうちのいくつかをねちょっと紹介していきたいと思います。まずはね、アソスのスーパーウルトラライトウェイトウィンブレ、これも去年ぐらいに出てきたモデルなんですね。着ながらお話ししていきましょう。こういう感じですね。生地感はこういうすごい薄手のもので、リップストップっぽいものが入ってるのかな。ストレッチも少し効いてるので、こんだけタイトでも着心地悪くないですね。これで僕はいつも言ってるんですけど、上がジャージが XS で下がビブが S を着ることが多いんですけども、すごくタイトに着てる感じですね。で、前傾姿勢になると楽になるというアソスお得意のパターンになってます。撥水機能 DWR だっけなの加工もしてあるみたいで、さすがアソスということで、値段がねしかもすごく安いんですよね。税込みで 19,800円でアソスのものが買えるという凄さがあって、本当に黒でシンプルなもんですけども、まずは1着目っていう意味ではこれ買っちゃってあげて持ってあげると便利かなという感じです。で、暑くなったらパッと前開けて走るっていう感じですね。今日はね、測りを使って測ってみようかなと思って持ってきたんですけども、アソスのジャケットは 88.2g です。タグ付きなんで若干違うかもしれないけど 85g ぐらいかなといったところです。非常に軽量です。じゃあ次行ってみましょう。こちらがアソスのミレ GT クライムジャケットですね。見ての通り一気にちょっとグレードが上がってくる感じなんですけども、少しこう透明度があるというか、透けてる感じ分かりますかね。あとこの光ってるところがリフレクターになってて、夜だと全身がビカッと光るというですね、素晴らしいかっこいい機能を持っていて、僕はめちゃめちゃ好き系なジャケットです。やっぱりちょっとさっきのウィンドブレーカーはどちらかというとエントリーに対して、やっぱこっちは作り込みがね、その生地の問題もそうですし、まあ、若干ストレッチが効いていてリフレクティブで透明度が高くて、で、透湿性も非常に高いものですね。ここにもちゃんとこう中のバックポケットにアクセスできるようなこう穴が開いてるんですね。これはここがバックポケットになってるわけじゃなくて、中のジャージのバックポケットにアクセスできるようになってます。これ結構便利で、このウィンドジャケットにバックポケットがついてるものだと脱げないじゃないですか。パンパン脱いだ時にじゃあ中のもの全部移すのかって話になっちゃうんだけど、中にアクセスできるとジャージの方に物入れておけば、着たり脱いだりしても常にそこにアクセスすればいいということで、まあ、意外にこれってちっちゃいことなんですけども、結構ちゃんとしたブランドはそういうのを作ってきてるというものの機能です。で、これはどちらかといえばそのウィンドブレーカーというよりは、もともとアソスにはストーンプリンスとか、あとシュロスフントっていうレインジャケットの上位モデルがあるんですね。それをウィンドブレーカーに落とし込んできた感じのものなんで、値段もね 32,780円ともう全然エントリーよりは全然高くなっちゃうんですけども、アソスらしい作り込みが効いてるウィンドジャケットになります。重さが 136.7 なんで、タグが入ってるから 135g ぐらいですかね。 130g か 135g ぐらい、さっきのが85ぐらいでしたっけ、 50g ぐらい違うということで、やっぱり機能の分ちょっとだけ重くなってるという感じですね。でもただ本当にすごい、他のレインジャケットとかに比べたら全然軽いという感じです。今まで見せた2つがアソスで、次がカフェドシクリステですね。こういう感じ、ここに縫い目が入っているので、非常にこうギューッと細身のパターンになってますね。ここでダーツを入れることによって、そのシルエットをギューッと調整できるようになっているということで、非常に綺麗なシルエットになっているのかなというところで、特徴的なのは背面が完全にメッシュなんですね。横のハギと、あと背面、あとこの腕の下の部分、ここが全部透けている、すごく薄手のメッシュ、わかるかな、こんな感じ透けてます。これがここと背面、後ろですね、後ろの上部、あと腕の下に入っていて、これがねストレッチ性能があるんで可動を担保してくれるのと、
あと後ろのベンチレーション機能ですね、風抜けの良さっていうのを担保してくれるという機能になってます。この辺は本当にこう前面から来る風を遮って、なるべく中が蒸れないようにするというか、暑さを逃がしていくための機能っていう、まあ本当サイクリスト自転車用ならではの作りになっていて、普段のウィンブレードはちょっとなかなか考えられない機能ですよね。山用のウィンブレって四方八方から来る風を避けましょうっていうコンセプトなんで、全体をこう全部ウィンドブレイクするものになってますけど、サイクリスト用なんで前だけを防風という考え方なんですよね。この辺が非常に面白いというか、実際やっぱりウィンブレね、来たままで山を登んなきゃいけないシチュエーションとかもいっぱいあるわけですよ。いちいち鍛え抜いたりできない、みんながどんどん走ってるのをついていかなきゃいけないんでね、やべえちょっと脱いときゃよかったなって言った時に、どんどんオーバーヒートするようだとやっぱ困るので、そういった意味でこの辺のところはかなりオーバーヒートは抑えるようにはしてあるということですね。こう開けてあげれば相当風抜きがもうめちゃくちゃ良くなるんで楽かなという機能です。であとこの上の部分とこの下の部分の間にこう手を入れるところがあって、これもバックポケットにアクセスできるようになっているという機能ですね。これがカフェロスキリステのペトラジャケット、21,120円ですね。あとグリーンとネイビーですね、2色展開で、感覚的にはアソスのものよりも後ろがメッシュになっているものと、あとこのナイロン自体も薄く感じるので、ちっちゃくした時にすごくちっちゃくなる印象ですかね。出ました、これ最軽量かも、 69.3、 これタグはつけてないんで交渉 70g ってやつじゃないですかね。やっぱり感覚値と変わってなくて、一番今までの中では軽かったですね、 70g です。こちらもカフェロスキリステのドロシーというモデルですね。さっきのペトラとかなり近い形なんですけども、まあ、ペトラはここに切り返しがあったのがなくなっていて、であとに後ろが薄い生地なんですね、こういう感じの生地ですね。だからまあさっきのネイビーの時のと一緒のような非常に透け感のあるジャージ素材が後ろ前面とこの腕の部分に使われていて、こうした時にすっごい動きやすいのと、あと風抜けがいいという機能ですね。カフェロスキリステはこの後ろの風抜けの良さっていうのは非常に気にされてますね。あとね、フィッティングが非常にタイトなんだけど、その分着心地がすごくいいっていう感じになってて、見た目はね、アソスは結構こう前面になった時に綺麗に立体サイダーみたいな形が出るように作られてるっていうメリットがあるんですけども、カフェロの場合は立ってる時は別に普通 でそのままグーッと伸びてくれるんで、いい感じで収まってくれるというような作りになってて、非常に優秀なジャケットだなという感じがします。これはね、バックポケットにアクセスがないんですね。前面がジャージになってるんで、そういった時のバックポケットのアクセスはこう全部開けてあげてからアクセスっていう風になるので、ちょっと手間かかるんですよね。まあその辺をどう捉えるかっていうのはあります。でこいつがね、 21,120円ですね。このアソスのエントリーの1キュッパのやつと戦う感じですかね。どっちがいいかなっていう感じですね。両方とも黒一色なんでね、格好差はあるし、どんなのにも馴染みやすいと。これもねめちゃくちゃ軽いです、さっきのペトラと一緒ぐらい。はい、来ました、 68.9、 やっぱ70ですね。このカフェロスキリステは軽さが特徴かもしれないです。次はね、ベロシオです。インスタとかでもちょっと僕が今煽ってるブランドで、結構開発力だったらアソスに負けないかもよなんてことまで森氏が勝手に言っちゃってるやつなんですけども、物の作りがここは素晴らしくいいですね。ベロシオ、そこのウィンドブレーカーなんですけども、お気づきだと思うんですよ、違いがフードがついているというのと、あと若干緩いですよね。なんでこういうサイクルジャージでも履けるけど、グラベルでも使えるよっていう設計なんですね。でプラスで普段使いみたいなのにも流用できるという意味では、今までのものが本当にサイクルに特化してたのに対して、なんならアウトドアでも使えそうな感じかなというようなものになってます。生地はめちゃくちゃ薄くて、アソスの一番初めの黒のやつに少し似てるかもしれないですね。で色展開はこれ赤とグリーンになってます。オレンジレッドみたいな感じですかね。でも色味で言うとレッドに当たるのかなっていう感じです。ここにポケットがこうやってついてます。でこの辺もやっぱりグラベルを意識してるのかなっていったところと、普段使いも可能だっていうところも意識されてますかね。あとフード付き、あのフードはね、やっぱりサイクルだとやっぱりどうしてもこうやって走ってる時にバタつくっていう風なところが言われて、なるべくこうやっぱサイクル系のアウターだと外してくるものが多いんですけども、まあ、実際はね本当にツーリングで軽くみんなで行こうぜって時にこれがあって、まあ、すっごいガーッと走ってる時、なしは風がめちゃくちゃ強い時以外はあんまり気になることってなくて、もちろんねそのフードの作りにもよります。ただこうサイクル用ってそれなりにこうバタつかないように設計されてたものが多いので、まあ、そこまで意識しなくてもいいんじゃないかなという感じです。ベロシオが作ってるものなので多分テストはしっかりされてます。ちょっと僕もやってないんだけど、ウェブ上にはヘルメットフィッティングですって書いてあったんで、ヘルメットでもねかぶれるそうです。こういうことか、これ結構でかいですよね。ヘルメットまでかぶれる小ぶりなフードがついてるっていうのは、雨とか降った時とかにかなり快適なんじゃないかなと。こうやって顔もねこうやってちょっと隠しますからね、これすごい優秀だと思います。で弱点は、まあ、さっきも言ったようにやっぱフードがあったりするとかそういった分、重さが
多くなったりかさばるというところですね。一方でメリットは汎用性が高い、なんなら普段着でも使えそうなデザインというところが、サイクリングばっかり24時間やってる人だったらいいんですけど、そうじゃない僕らにとってはいいかなと。ちっちゃくするとこんな感じ、全然バックポケットには余裕で入るレベル、お守り代わりっていうレベルでも気楽に持っていけるレベルではあるのでいいかなと。あと重さですかね、どうなんだろう。はい、出ました。 132g なんで、タグが結構重たいので 130g は切るんじゃないかなって感じですね。すでにね、僕この前のやつが何 g だったかもうね忘れちゃったんで全然比較できないですけど、本当にね、あの僕記憶力悪くって、今ねあの木口屋が記憶力に教えてくれたんですけど、アソスのこのクライマージャケットが130ぐらいあったよねって話だったんで、これと同じぐらいってことはかなりでも軽いですね、フードがあるのに。で逆にこのクライマージャケットがやっぱりさっきも言いましたけど、レインジャケットからの落とし込みっていうことで生地が結構しっかりしてるので、レインジャケットにちょっとだけ近いというか、ウィンブレとレインジャケットの合いの子まではいかないです、全然ウィンブレに近いんだけど、まあそういうモデルだからっていうことなんでしょうね。ということでこれはすごくデザインもいいですし、今流行りのグラベルなんかのものに使えるっていうのもありますし、普段使いもできるし、かといってこの今着てみたようにウェブショーツ合わせでも全然おかしくないよねっていうレベルなんで、すごく汎用性の高さではいいかなと。だからアソスのサイクルウィンブレ買って、これも買ってみたいな、2個ぐらい買うって感じですかね。ベロシオのこのジャケットは28,490円です。だから値段がちょうどクライマジャケットと一緒ぐらいか、やっぱりウィンドブレーカーよりはプラスアルファぐらいの価格かなっていったところですかね。次がね、皆さん大好きな井戸沢からのエッセンシャルジャケットですね。エッセンシャルジャケットっていう名前からするに、ちょっとウィンブレよりは上位かなっていう気持ちがしていて、まあ、さっき言ったクライマージャケットがウィンドブレーカーとレインジャケットの合間の子よりちょっと下だよって言ったんですけども、確かにそこにウィンドブレーカー、レインジャケットって聞いて、エッセンシャルジャケットっていうのを作ってもいいかもしれないって僕ちょっと思ったんですけども、ウィンブレほど軽くないんですよね、生地が。なんだけどレインジャケットみたいにしっかりとこう暖かくしてくれるという機能はないので、万能系なものという意味でのエッセンシャルジャケットっていう意味ではこれすごくいいかなと思ってます。透過性があって、ここ開けるとね、これがベンチレーションになってるんですよね。なんでここから風が入ってくるという感じ。脇がこうジャージ素材で、ここもこういうジャージ素材になってて、さっきのクライマージャケットにちょっと似た感じですかね。若干透明度があってフィルムみたいなんだけど、おそらく透湿性が非常に高いという素材だと思います。でこの肩パッドとか、このデザインがね、イザゾアらしくていいですよね。で後ろもイザゾアのこういう丸いね、サークルイザゾアがあって、でこいつはバックポケットアクセスの機能がないので、開けてバックポケットのアクセスという感じになります。でこいつはさっきも言いましたけど、やっぱりリフレクターとかが非常にいろんなところに入ってるんですよね。腕とか裾とか、まあ、背中とか非常にいっぱい入っていて、耐性圧も1万ミリっていうぐらいあって、価格も 28,050 円なんですね。これ1個持っとくとね、ウィンブレ以上のレンジでこう使えるのかなっていったところは非常に頼もしいアイテムかなという感じがします。今着てるこれもイザゾアのシールドジャケットっていう、まあロングジャージなんですけども、イザゾアのジャケットって派手で綺麗な色のものが多いんですけども、それが若干この黒の中から透けて見えるっていうのが非常にかっこよくて、やっぱり相性がいいなっていうふうには今着てみて思いました。ちっちゃくした時が普通のウィンブレに比べるとちょっとしっかりした重みだなというところですけども、バックポケットには全然余裕で入りますんで、これがレインジャケットほどではないものを持ちたいと、お守り代わりに持ちたいっていうののギリギリの大きさじゃないかなという感じがします。ただね、確かにこれからの時期1枚だけ買おうっていうんだったら、これぐらいのクライマとかこいつとかぐらいの目付けのもんでもいいかもしれないですね。昔は本当にウィンブレかレインかの2択だったんですけどね、今ちょうど素材開発が今すごいんで、機能はついてんだけど非常に軽いみたいなものが作れるようになったってところあるのかもしれません。重さ測ってみます。結構やっぱ重いですね。 161g あるんで、まあ、タグ入ってるんで160ぐらいですかね。この中だと一番重みはありますということで、まあクライマとかベロショーに比べて 30g ぐらい重いという感じですかね。あと裏にテープ貼ってますね、これ分かりますかね。こういうあの継ぎ目のところに全部こう貼ってるんですね。これによってまあ水の侵入を防ぐんですけども、そういう意味だと耐水圧1万ミリあって完全防水なんでしょうね。レインジャケット代わりも使えるということで、超軽量レインジャケットとしての機能を持つという意味ではかなり値段的にはお買い得かもしれないです。で 160g っていうのはちょっと驚異的かもしれないですね。であとでこういうローズって色もあります。これもかっこいいですよね。であとね、今日持ってきてもらったんですけど、これすごいかっこいいじゃないですか、白。
結構レディースなんですよね。いざぞはあるあるなんですけど、レディースにすげえかっこいい色が出て、なんでメンズないのっていうのがよくあるんですけど、僕はこれメンズですっごい着たいなと思うんですよね。めちゃくちゃかっこよくないですかこれ。女性の方は買ってください、僕らに見せつけてください、かっこかわいいんで。次がね、いざぞのライトウェイトウィンドジャケット。これはもう見ての通りバツバツです。これエシロンシリーズって、いざぞの中でもかなり走る方向けのコレクションが実はあって、エシロンジャージ、エシロンビーブ、エシロンウィンドジャケットってエシロンシリーズっていうのがあるんですね。どちらかというと本気で走る人向けに作ってるんですね、元プロが。なんで非常にこうプロダクションのクオリティが高くて、あのいいもんなんですけども、そこのコレクションラインに入っているウィンドブレーカーです。非常にこうタイトめ、ただあの素材自体はめちゃくちゃストレッチする生地なんで、めちゃくちゃ軽くてストレッチする生地、こうやって手入れるとこう透けるぐらいですからね。なんでストレスは全くないです。ここにこうポケットがついてる感じですかね。裾と肩にリフレクター、彼らリフレクターはしっかり使ってくるところがいいですよね。安全面にすごい気を使ってる。でこれ面白いのはダブルジップになっているので、意外にウィンドブレーカーのダブルジップって便利で、ちょっと暑いなって時に開けちゃうと閉めるのが大変ですよね。そういった時にこういう感じに仕上げてバタつかせて着れると非常に涼しくなるんで楽なんですね。まあ、そういった着方ができるというダブルジップです。ダブルジップはやっぱり重さが出るんですよね、ジップ1個分。なんでウィンドブレーカーみたいな軽量化をとにかく求めようとした時は嫌がられるというか、あと生地もね結構薄いものが多いので、ダブルジップすると壊れちゃうっていうのもあったりするので、まあ、嫌がられるんですけども、すごい薄いんだけど高級な素材なんでしっかりしてるからダブルジップができるという感じですかね。あとはここにねタグがついてて、こういうふうにもできるんですね。まあ、これでバタつかせながら走ると、まあ、やっぱりすごいバタついちゃうと風吹くんじゃうとすごく体力消耗するんで、それを最小限に抑えるためのバタつかせていてもそんなにバタつかないようにするっていう最小限の機能として、ここにこうタグがついている。まあ、こういったところの細かいところの作り込みが、まあ、非常にイザゾワらしいなという感じです。でこれがね32,500円、やっぱりエセロンシリーズってちょっと値段が高くて、その分本当に細かいところの作り込みが非常にされているかなという感じです。裏をちょっと見てほしいんですけども、こういう素材なんですよね。ちょっとシェルっぽいというか、表が普通のナイロンっぽいのに比べて裏がこういうラミネートされたような生地なんですね。これこの素材自体もしかしたら 1.5 レイヤーとかなのか、なんかフィルムが貼ってあるような気がしますね。糖質フィルムみたいのが、超軽量で糖質撥水防風の3秒揃ったって書いてあります。じゃあ重さ測ってみます。そうなんだ、 139.4 なんで140ぐらい。着た感じはなんかね普通のウィンブレに近いのかななんて思ったんですけども、大きさとかは全然ちっちゃくなるんですけども、やっぱりフィルムじゃないかなという気がします。で最後にイザザのこいつを紹介したいんですけども、すごい人気で売り切れてしまっていて、 M サイズしかないので、着てみてもフィッティングがどうか分かんないと思うんですけども、あのただね、さっきの紹介したこのエッセンシャルジャケットとほとんどというか全くに近い感じで同じ形なので、サイズ感はさっきのエッセンシャルジャケットと見てもらえばいいかなと思います。ちょっと見た目だけこんな感じですね。言うまでもなく特徴的なのはこのオイルスリックと言われる、見えてると思うんですけど、この七色に輝くデザイン。よくね最近自転車のフレームなんかでこのオイルスリックっていうのは去年ぐらいからすごい流行ってるんですね。各社からこういう七色に光る、玉虫色に光るフレームみたいのが出てて、まあ、それをここで使ったという感じですね。このデザインが一発本当に特徴的かなという感じですね。で肩がこうオイルスリックでイザゾワっていうマークが入ってたりとかします。そしたらダブルジップになってるんですよね、こういうふうに。あのエッセンシャルはダブルジップじゃないんだけど、こっちはダブルジップになったりとかいう感じ。あとはね機能的なものはエッセンシャルジャケットと似ていて、ただ生地がやっぱ違うので若干着用感は違うかなという感じで、フィッティングに関してはこれ M なんで全然僕は大きいですけどもっていう感じですね。でこれが 25,300円なんで、エッセンシャルジャケットの方が透明な生地が高いんでしょうね。こっちの方が若干値段は上がります。あとこの胸のベンチレーションとかもないので、袖のところの仕様を落とし込んだものがあっての 25,300円という価格になってる感じです。ちっちゃくなるとこんな感じで、生地が結構しっかりしてるのでちょっとガシッとしてる感じで、あとこれねウィンドテックスっていう生地みたいですね。体温調整機能があってウォータープルーフですね。だから結構イザザは単なるウィンブレーっていうものよりは少しこう機能を持たせてるものにこだわってる感じがします。じゃあ重さですね、やっぱ重いですね。199なんで約 200g あります。この中では一番重みとしてはある感じですね。レインジャケットに近いのかもしれないですね。さっきこうウィンドとレインがあって、さっきのエッセンシャルがここにいたしたら、もうちょっとこの辺にいるのかもしれないですね。レインジャケット寄りなのかもしれないです。結構保温性みたいなものもありそうだし、結論言ってしまえば僕がこのウィンドブレーカーの紹介ですって言った時に持ってきちゃったのが間違いないんじゃないかっていうね、そういう結論かもしれません。レインジャケットの超軽量版ですって言えばよかったのかもしれないです。という感じ。言い訳じゃないですけど、各社いろんな
レンジにこう出してくるんで、その辺を理解しながら自分の使い道とか好みに合わせて買っていくといいかなという感じはします。ただね、あんまりこの重さの 50g、30g がめちゃめちゃ軽いからうんぬんって実はそんな関係なかったりして、ちっちゃくしてこのバックポケットにシュッと入れられるかは大事です。こうやって丁寧に畳まないと入らないってものも結構あるので、まあ、そこで 20-30g 変わったからめちゃめちゃ楽かっていうとあんまり変わらないので、まあこれだけいろいろね丁寧に測っていて言うのもなんですけども、あとはもうデザインとか機能性とか自分が持ってるジャージフレームっていったものの相性とかそういったもんで選んでみてもいいのかなと思います。ただね、僕はねウィンドブレーカーはもうね4着ぐらい持ってます。皆さんもどんどん買いましょうみたいな冗談ですけど、でもねウィンドブレーカーって本当に何着持ってても損はないというか、さっきみたいに微妙にこう使い回しが違ったりするんですね。で値段まあそこまで高いもんでもないので、そんなに気にしないでまずは1着買ってみて、まあ、そこから自分がこれを基準にこっちのものが欲しいのかこっちのものが欲しいのかっていうのを選んでって、まあ、それを買ってあげるというのはいいと思います。なんで僕が4着持ってるかっていうと、普段のお出かけの時も常に入れていて、サイクリスト気質なのかなんだか分かんないですけども、それ持ってないと不安なんですね。会社に行く時も展示会に行く時も寒かったら取り出して着てるみたいな感じで、それぐらい便利なんですよ。薄くて持ってても全然持ってる感はないし、ちょっとした寒さはしのいでくれるし、サイクリスト病かもしれませんけど常にお守り代わりにウィンドブレーカーを持つというような感じぐらい大事なアイテムなんで、ここはぜひね早めに調達をしてくださいという感じです。というわけで今日の動画は以上です。ウィンドブレーカーのね重要性について語らせてもらいました。本当にすごく大事なアイテムなんで、ぜひね買ってみてください。いいねと思った方はいいねの方と、あとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。あとインスタグラムの方でこういったものの紹介だったりとか着こなしのコツみたいなものも東京ウィルズというアカウントやってますので、そちらの方もぜひしていただければなと思います。 YouTube の方でね語れなかったことのフォローだったりとか、逆に YouTube に出そうと思っているものをそちらで先出ししたりとかっていうのもやってますので、ぜひねフォローの方お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。森氏でした。バイバイ。実は1ヶ月ぐらい前に体調を崩しまして、そんなめちゃめちゃ大したことでもないんですけども、まあ体調崩しまして1ヶ月ぐらい全くスポーツをしてなかったんですね。自転車も乗ってなければバスケもしないし波乗りもしないしっていう、まあ本当にここ何十年で結構珍しいぐらいな感じだと思うんですけども、なんですごい体力が落ちてて、まあインスタグラムの方ではねちょっと言ったんですけども、まあ、本当にやっと先週ぐらいから乗れたんで、でもギリギリね夏の気配が残ってるぐらいで自転車に乗れたので、非常に楽しかったです。とりあえずね都内のヒルクライムでバラ峠行きたかったんだけど、ちょっと遠いんで都内でこうヒルクライムしたらなんかバラ峠を登ったぐらいの満足感を得られるかなと思って、都内の有名な坂をね登ってったっていうのをインスタグラムでも載せたんですけども、150メートルアップぐらいで終わりましたね。まあそんな感じです。はい。